今度は誰に問題を出してもらおうかしらね。あの二人はどう？シャノンちゃんとカノンくん？いいわね。相手にとって不足はなさそう。お呼びですか、エヴァ様、エンジ様。姉さんはバカだな。問題を出せって言ってるんだよ。失礼しました。じゃあ僕から先に出すよ。姉さんはその間に考えて。ごめんね。じゃあ姉さんが問題を思いつく時間が稼げる程度に悩んでもらえる問題じゃないとな。言うじゃない。おいでなさい、カノンくんの思い切り難しい問題。挑発しないで、簡単なのがいい。エヴァ様のご許可がいただけたので、理不尽に難しい問題を失礼させていただきます。ここは任せて、おばさんが解いてあげるわ。正解です。すごい、エヴァおばさん。どうして、どうして78枚なの？金賞より上なのに、どうして賞金は金賞より少ないの？この賞金の枚数はね、それぞれの賞の原子番号なのよ。銅は29番、銀は47番、金は79番、ちなみにプラチナは78番ね。だからプラチナ賞の賞金は金貨78枚。エヴァおばさん、すごい。それにしてもひどい問題ね。せめてエンジちゃんに分かる問題にしなさいよ。エヴァ様より思い切り難しい問題を出すようにとのご許可を賜っておりましたので。そうだね、エヴァおばさん自分でそう言った。だからエンジの分かんない問題になった。あ、私のせいかしら。ごめんね、エンジちゃん。でもほら、メダルをもらえたから許して。私の問題はそんなに難しくありませんので、ご安心ください。姉さんのレベルで考えてるからね。もうバカにして。じゃあカノンくんも挑戦してみる？望むところさ。今度はエンジちゃんにも分かる問題だそうよ。おばさんはヒント役に回るわ。ありますね。よくお聞きください。
ほらエンジェちゃん、ここにある食べ物の味を考えてみて。甘納豆の味は？甘い。塩せんべいの味は？しょっぱい。カレーライスは？そしてブラックコーヒーは？なるほど、そういうことか。カレーは辛い、コーヒーは苦いよ。どういうこと？アルファベットは味なの？そういうこと。甘いをローマ字に直すと頭文字は A、 S はしょっぱいで、辛いは K で、苦いは N。 ではレモネードの味は？酸っぱい。そういうこと。酸っぱいをローマ字に直した頭文字は S。 レモネードの答えは S ね。はい、正解でございます。おめでとうございます、エヴァ様、エンジェ様。エヴァおばさん、すごいすごい。二人で頑張ったから解けたのよ。二人の成果よ。こちらが私のメダルでございます。お受け取りください。やった、またメダルが一枚。ありがとう。カノン君はわからなかった？難しかったでしょう。姉さんにしてはやるね。姉さんをバカにしてごめんなさいって言ってごらん。言わないとカノン君のご飯 S とか N のものばっかりにしちゃうからね。 S はともかく、 N ばっかりというのは辛いわね。エンジェは A ばっかりがいい。もう虫歯になっちゃうわよ。でもおばさんの家に遊びに来たらいっぱいごちそうしてあげるわ。はーい、おばさん大好き。以上で私たちの問題はおしまいです。お楽しみいただけましたか？うん、ありがとう。他の方も相当難しい問題を用意されているようです。どうかお気をつけて。そうね、手強そうな人ばかり残ってるわ。でもやっつける。エヴァおばさんとなら勝てる。そうね、二人で知恵を出し合って頑張りましょう。いってらっしゃいませ。頑張ってくださいね。これで長かったゲームもおしまいなんだね。せいせいするよ。ようやく僕たちは誰のおもちゃにもならなくて済む。静かに忘れ去られて埃に埋もれて消え去りたいね。違うよ、私たちは埃に埋もれて消えるんじゃない。閉じられる猫箱の世界で誰にも知られることのない私たちの未来を続けていくんだよ。そうだね。ごめん、それは僕たちにも知ることのできない世界だから忘れてたよ。私たちは猫箱の世界でどんな未来を紡がれるんだろうね。それがわからないから猫箱って言うんじゃないか。そうだね。姉さんは心残りはないのかい、ジョージ様のこととか。姉さんはジョージ様に指輪をもらうまでしかできない。結婚も添い遂げることも何も。そ
が叶うのが猫箱の中の私たちの未来じゃない。それは私だけじゃないよ、カノン君だってそう。ジェシカお嬢様とカノン君の未来とかね。僕は、私がジョージ様との婚約を破棄して島を出て行っていなくなる未来だってありえるんだよ。その世界ではカノン君はもう私のことなんか何も気兼ねしなくていい。お嬢様と青春を謳歌することができるんだよ。姉さんがジョージ様との婚約を諦められるなら、そういう世界もあるかもね。だから私がジョージ様と結ばれる世界と、あなたがお嬢様と結ばれる世界が同時に存在できるのが猫箱の中じゃない。どんな矛盾した夢も全てが同時に存在できる世界、それが私たちという駒がしまわれる世界なの。だから寂しくなんかないし悲しくもない。今ここにいる私はジョージ様に指輪をもらうところまでしか観測できないけれど、すべてから解放され、すべてが同時に叶う世界。でも、その世界の僕は、今ここにいる僕じゃない。それがなんだか悔しくて。ねえ、カノン君。何？しよっか。何を？決闘。いいの？私たちはもっと早くに決着をつけるべきだった。なのにこうしてゲームが終わる最後の瞬間までそれを先送りにしてる。いいよ、どうせ終わるゲームさ。最後の最後くらい僕らは自分たちの決着をしっかりとこの手でつけるべきなんだ。そうすれば猫箱にしまう前に私たちは未来を見ることができるもんね。いいとも、やろうじゃないか。何で決める？コイン、それともまた鉄砲で？じゃあ私たちもクイズ大会にしよっか。はあ？姉さんも物好きだな。じゃあね。一問。エンジェにはすごい難しい問題を出しちゃうよ。とっておきの難しい問題でいじめてメダルなんか絶対にあげない。エンジェ解けるもん、絶対解けるもん。マリアちゃんはいろいろなクイズを知ってそうね。楽しみだわ。よろしくね。出さないよ、マリアは真打ちだからママの後に出すの。そう？じゃあママが先でいい？うん。じゃあ私から出題するわね。行くわよ。
それでいいの？黄金を地上に運ぶには1往復8分かかるのよ。 8×8 じゃ60分をはみ出しちゃうわよ。うん、だって何個持ち出したかが問題だもん。インゴットの部屋から一歩でも出れば持ち出したことになる。さすがエンジェちゃん、たくさんの問題ですっかり鍛えられちゃったわ。そういうこと。7往復すると 8×7 で56分、あと4分しかない。でも3分あればまた地下貴賓室に戻って最後の1分で8個目のインゴットを持ち出せる。エンジェもやるね。すごいよ。うん、マリアお姉ちゃんには負けないもん。おめでとう。これが私のメダルよ。じゃあ次はマリアのとっておきの問題に挑戦してあげて。ようやくマリアの番だね。ママの簡単な問題に随分時間をかけるから心配になっちゃったよ。エンジェには無理だね。絶対に無理。エバーバさんがいるもん。二人で解くもん。無理だよ、無理無理。エバーバさんにだって解けたりはしない。狼と羊のパズルはものすごい難しいんだからね。羊のパズルはわかるよね。わかるよ、何度も出されたもん。こちらの岸から向こうの岸へ船を使ってみんなを移動させるパズルよ。大抵おかしなルールがあるのよね。狼と羊の場合だとそれぞれの岸で狼が羊の数を上回ってはならないだっけ。そう、羊を上回らないように気をつけながら船を往復させて全員を対岸へ移動させるパズルなの。でもね、狼と羊しかないのは一番シンプルで単純で簡単な入門編の基礎編の練習問題程度なんだよ。上級編になるとね、狼や羊以外にもいろいろ出てくるのよ。面白いわよ。紙に書いた方がいい問題？そうね、その方がきっと整理がしやすいわよ。参ったわね。この問題かなり手こずりそうよ。このメダルは絶対エンジェにはあげないの。負けないもん、絶対に負けないもん。本当にひどい問題だわ。これ本当に解けるのよね。荷物は川に放り込んで船を使わずに流すとか、牛に野菜を食べさせてお腹の中に入れて一人分にして運ぶとか、そういうトンチがあるんじゃないの？さてどうかしらね。これ以上考えてわからないなら降参ってことにするけれど。すごい難しいよ。ママにだって解けなかったんだから。マリアは一発で解いちゃったけどね。さあわかる？何手で全員が対岸に渡れるか。
これ、トンチとかなぞなぞよね。絶対まともに考えて解けないわよね。そんなことないわよ。賢い姉さんならきっとわかるわよ。なんてで全員が対岸に渡れるか。わかった。サンテ。え？サンテ？どうして？だって農夫と妻が船に乗って対岸に妻を下ろして行って、農夫が船で戻って煮て、そして羊飼いと一緒に対岸に渡って、さて牛とか羊とか肉とか野菜とかはどうするのよ。だって全員でしょ。人じゃないし。正解よ。問題が聞いてるのは、全員が対岸へ渡るには何てかかるかということだもの。動物も荷物も初めから関係ないのよね。ママが全員全員って何度も繰り返すからバレちゃったんだよ。おー、もうやりやられたわ。意地悪問題だったなんてね。ほらマリア、メダルをエンジェちゃんに渡しなさい。これで私たちの問題はおしまいよ。またぜひ一緒に遊びましょうね。その時はもっともっと難しい本当にひどい問題を用意しておくからね。マリアにも解けないくらいの。やだ、もうマリアお姉ちゃんとは遊ばない。ほらエンジェちゃん、お父さんたちが手招きしてるわよ。行きましょう。じゃあね、後でね、ローザ。うん、じゃあね、エンジェちゃん。問題を出してくれる人もあとちょっとね。最後まで頑張ってね。姉さんもいっぱい応援してあげてね。もちろん、私たちで協力していっぱいメダルを集めてきたもんね。意地悪な問題でいじめすぎだよ。だってエンジェといっぱい遊びたかったんだもん。簡単な問題だったらすぐ解かれちゃうよ。マリアはエンジェのこと大好きだもんね。嫌いだよ。サクタラのことぬいぐるみだってバカにしたもん。エンジェは幸せになれるといいね。なれるよ、きっと。だってこれだけの大勢があの子の幸せを願ってる。そしてバトラはゲームマスターにまでなり、エンジェのためだけにこの最後のゲームを開いてる。そこまでしてもらって幸せじゃないわけがないよ。でも幸せはみんなが用意することはできても、掴み取るのは自分だからね。そうだね。あの子は幸せのかけらを拾うのがすごい下手なの。それを教えようにも12年間の日々が
あの子の耳を塞いでしまった。このゲーム、バトラが思ってるよりもエンジェには難しいかもしれない。僕はエンジェはきっと幸せになってくれると思うな。そうだね。このパーティーをあの子が楽しいと素直に思ってくれたなら、それが今のあの子に伝えられる精一杯かもしれない。あの子は一度は私の白い魔法を理解したんだよ。うん、僕のことも理解してくれたよ。七姉妹のみんなさえ呼び出し、魔法を理解できたはず。そんな彼女が自分にだけは魔法を使えないなんてね。信じよ。かつてのバトラもそうだったではないか。ベアト、人に魔法をかけるのはたやすい。そして人の魔法を信じることもそう難しくはない。最も難しいのは自らに魔法をかけることなんだ。それがエンジェにできるかな。できるとも。あのバトラでさえ魔法を理解した。その妹にできぬ道理はない。そうだね。子供のうちにしか見えない魔法もあるし、大人になって理解できる魔法もある。エンジェは今その狭間にいる。子供の魔法を失い、さりとて大人の魔法も理解できぬ、最も辛き世代であるな。そんな時に大切な人たちが身近にいないなんて本当にかわいそうだね。そんなことないよ。私たちはいつだってあの子のそばにいるんだよ。あの子がそれを信じないだけで。正しい結末にたどり着けないとしても、せめて今夜を君が楽しんでくれることを心より祈っているよ。どうだエンジェ、メダルはいっぱい集まったか？何枚くらいあるだろうね。さあね、後で数えてみましょうね。もうだいぶ大勢から問題をもらったみたいね。うん、お母さんたちに問題をもらったら、あとはいとこのみんなだけだと思う。そうかそうか。よし、お父さんたちの問題に挑んでみろ。難しいぞ。みんな同じこと言ってたけど、私たちが解いてきちゃったもんね。うん、だから私とエヴァおばさんでメダルをいただいちゃう。その息よ。じゃあ私から問題を出そうかしら。エンジェちゃんよ。娘はこんなに賢いのに、間抜けな父親の顔が見てみたいわ。間抜けで悪うござんしたな。お見事だぜエンジェ。全部の組み合わせを考えてみたのか。うん、美代子が一番年上だとすると、サトコの言うことは本当になっちゃう。本当のことは一番年上しか言わないはずだから、これじゃおかしい。
その通り。じゃあ里子が一番年上の場合は？そうすると美代子を嘘つきだと指摘する理香がやっぱり本当のことを言ってることになっちゃっておかしくなる。だから理香が一番年上じゃないとダメなの。よくできました。はい、これが私からのメダルよ。おめでとう。ありがとう、お母さん。次はルドルフね。どんな問題を出すのかしら。じゃあ俺も同じ嘘つき問題を出そうかな。今度はもうひとひねりいくぜ。自分が美代子だったら他の人が美代子だなんて嘘はつかない。その通り。美代子は正直者のはず。だから他人が美代子だなんていう時点でその子は美代子じゃないってわかるわけ。そうなると右側と真ん中の子は美代子じゃないから左側の子が自動的に美代子になる。そして美代子は本当のことを言ってるんだから右の子が里子というのも本当になる。となれば残る真ん中の子は理科ってことになるわね。素晴らしいわ、満点よ。ケロッと解かれちまったな。エンジェ、お前は母さんに似て本当に賢いぞ。これで俺たちの問題はおしまいだ。いい、いい、エンジェ。人生にはこれからもたくさんの問題が訪れるわ。今はエヴァおばさんが助けてくれるから頼ってもいい。でもね、人生の問題のほとんどはあなた一人で解かなくちゃならないの。その時にそれまで助けてくれた人の助言や恩を必ず思い出すようにしてね。うん、わかった。エヴァ姉さん、エンジェをよろしくね。ええ、もちろんよ。行きましょう、エンジェちゃん。あと少しでこのゲームもおしまいね。いっぱいのメダルでおじいちゃんは何をくれるのかな。何かしらね。でもそんなものよりももっと素敵で楽しいものを私たちはもういっぱい受け取っているわ。何の話？みんなエンジェちゃんとこうしてお話ができてとても楽しかったということよ。うん、何のことかわかんない。変なおばさん、ごめんなさい。行きましょう。あとはいとこのみんなとベアトリーチェでおしまいかしら。何？こんなところに呼び出してエンジェの話？いや、違う。Thank you.
俺はこいつを棺の中まで、いや猫箱の中にしまい込んじまうつもりだった。明日の晩まで口にチャックをしてりゃそうできる。簡単なものさ。俺は今夜殺されるだろうなって、そういう話さ。知ってたわ、あなたが何か隠し事をしてるってこと。そうかい。じゃあ俺の修行もまだまだだな。エンジェの話じゃないなら誰の話？まさかアスムさんの話じゃないわよね。バトラの話だ。同じような話よ。私はバトラ君には大人の対応をしてきたつもりよ。アスムさんの子であっても私はエンジェと分け隔てなく接してきたつもり。ちゃんと我が家の子供だと思ってるから安心して。我が家の子じゃない、俺とお前の子だ。悪いけれどそこだけは区別させてちょうだい。違う、俺とお前の子なんだ。なんですって？死産したのはお前じゃない、アスムだ。あの時お前とアスムとの二股を清算できず、俺はどうかしてたんだ。まさか、まさか。アスムと俺は席を入れていた。お前とは浮気の関係だった。そしてアスムは死産して、お前は出産しちまった。俺の頭はしっちゃかめっちゃかだったぜ。あの頃は今以上に金回りが良かったからな。若かったから無理も無茶もしたぜ。札束でしばきながら病院を脅して、お前とアスムの子を入れ替えたんだよ。3人に謝らなきゃいけない。アスムには血のつながらない赤ん坊を押し付けた。あいつはおっとりしてるように見えて案外鋭かったからな。ひょっとしたら気づいてたかもしれない。でも自分を母と慕うバトラを最後まで愛情たっぷりに育ててくれたよ。場で殺してくれてもいい。俺はそれだけのことをした。これが猫箱にしまい込む前に俺が白状したかった秘密だ。バトラク、すまん。キリエ、バトラ、気づけば随分とたくさんの人に問題を出してもらったものね。うん、あとはジョージお兄ちゃんとジェシカお姉ちゃんとパトラお兄ちゃんとペアトリーチェだけだね。お、やっと来たぜ。待ちくたびれだよ。
僕たちのことを忘れてるんじゃないかと心配したよ。お待たせしたわね。二人とも、とびきり難しい問題を用意できたかしら？私たちは、二人で一つの問題を出すことにしたんです。あらあら、それは一問でもおっかないわね。エンジェちゃんのために用意した特製の問題だから、頑張ってね。解けるもん、絶対解けるもん。じゃあ、早速始めようかな。ジェシカちゃん、あれを並べよう。ほい、来た。このうちの2つはびっくり箱、残りの1つにはメダルが入ってるんだ。エンジェちゃんにはどれにメダルが入ってるか当てられるかな？ヒントがなかったら無理。こんなの、そうだね、このままじゃただの運試しの3択だ。確率はつまり3分の1ってわけだね。ジョージ、これじゃクイズじゃないわ。本当にただの運試しじゃない。問題は後々、話を続けよう。さあエンジェ、この3つの箱のどれにメダルが入ってるかな、直感で選んでごらん。赤い箱。じゃあこの箱をエンジェちゃんの前に置こう。この中にメダルが入ってるといいね。じゃあまずは小手調べ。その赤い箱の中にメダルが入っている確率は何分の1かな？3分の1。正解よ。これが本当に純粋な運試しだとしたならね。いいのかエンジェ、本当にその赤い箱でいいのか。この後エンジェにそれを開けてもらうわけだけど、もしびっくり箱だったらすっごいびっくりするぜ。いいのかい、本当にその赤い箱で。メダルは青い箱か緑の箱に入ってるかもしれないよ。チェンジするかい？この赤い箱でいいの。私はこれにかける。いい度胸だぜ。でも本当にびっくり箱は怖いんだぜ。どれくらい怖いか一個見せてやるからな。エンジェ、本当にその赤い箱でいいのかい？すっごく怖いのが飛び出すかもしれねえぜ。やっぱり青い箱にチェンジした方がいいんじゃねえの？怖くない、エンジェは赤い箱でいいの、いいの。脅しすぎだよジェシカちゃん。さあこれで箱は一つ減って二つになっちゃったね。さあここからが問題だよエンジェちゃん。ど
どっちの箱にメダルが入っているか。エンジェちゃんの前にさっきから置きっぱなしにしているその赤い箱と、僕の前にあるこの青い箱、どっちを開けた方がメダルの入ってる可能性が高いかな。それが問題さ。それはどうしてかな。なんとなくエンジェちゃんがアーモンドを当てたあの15切れのケーキを思い出してみて。アーモンドが一つだけなら当たりの確率は15分の1なわけよね。うん、15分の1。でもね、エンジェちゃん、実はあのケーキ、使用人の人たちも食べてて、本当は最初20切れあったケーキだったとしたら。え？あれ？今日はお祭りだもの。使用人の人だけケーキなしなんて意地悪でしょ？だから本当は20切れのケーキがあったの。それを使用人分5切れ抜いて15切れにして飾り直して、そこからエンジェちゃんに選んでもらったとしたら、エンジェちゃんが選んだケーキの当たる確率は本当はいくつだったと思う？でも使用人の人たちはアーモンドの入ってない場所を知ってたから、そこを避けてケーキを5切れもらったのよ。つまり彼らはハズレを5個間引いてくれていたというわけだから、確率は20分の1じゃなく15分の1になる。ハズレを間引いたんだから、その分当たる確率が上がるのは当然だよ。同じことが今ジェシカちゃんによって行われたんだよ。ジェシカちゃんは君が選ばなかった2箱の中からハズレを1つ間引いたんだ。ということは君が選ばなかった方の当たる確率もその分上がったということになるんじゃないかな。分かったような、分からないような。わかんなくなってきちゃった。いや、エンジェちゃんはすごいよ。6歳で確率論の事後確率を理解しようとしたんだからね。確率は面白いよ。高校や大学に入ったらきっと好きになると思うから、いっぱい勉強を楽しんでね。エンジェちゃん、ちょっとこっちへ来て。ん？何？ジョジョお兄ちゃん。
何？もうすぐクイズ大会もおしまいだな。うん、あとはバトラお兄ちゃんとベアトリーチェでおしまい。なんだかさっきから眠い。眠い？うん、ソファーがあったら寝ちゃうかも。そっか、じゃあもうじきこのパーティーもおしまいだな。ん？僕たちのさっきの問題、難しかったかい？うん、未だによくわかんない。それに眠い。あれは事後確率って言ってね、ある特定の情報を知ることで、あるいは知らないことで確率が変動することを言うんだよ。うん、もし10個のケーキの中にアーモンドが一つだったら、当たる確率は 10% だね。でもそれが実は100個のケーキの中から適当に選んだうちの10個だと教えられたらどうなると思う？10分の1どころか、当たる確率は100分の1だと思うよな。エンジちゃんが選んだケーキは何も変わらないのに、エンジちゃんが何かを知ることによって、あるいは知らないことによって、エンジェちゃんのケーキの中に当たりが生まれるかどうかの確率が変化したんだよ。不思議な話だと思わないかい？その話難しそうだからもうやだ。エンジェ、いいから最後まで聞いて。僕が君に伝えたいのはたった一つなんだ。だからこれだけは忘れないで。何？これから未来、さまざまな情報が君の手の中のケーキに干渉する。それらを知ることで君のケーキの中身はさまざまなものに変化するかもしれない。それは時に望むもの。でもおそらくそれらのほとんどは君の望まないものに変化するだろう。真実はいつだってエンジェの手の中にある。誰かの言葉や誰かが期待する真実を耳にすることでその中身が変化するなんて馬鹿らしいと思わないか？君の中の真実は最初から君の手の中にあるんだよ。そしてその中身は実は君自身が決めているんだ。君が何を聞き、何に耳を覆うかで、君自身がその中身を変化させている。意味がわからないと思うぜ。でも理解して。6歳のエンジェにはわからなくても、12年を経ればきっとわかるから。君の手の中の真実は普遍じゃないんだ。それは君に対する様々な干渉で変化してしまう。だからもし君がその手の中の真実を大事にしたいと願うなら、その真実をエンジェが自分で守るんだ。それを忘れるんじゃないぜ。お兄ちゃんとベアトリーチェの問題でおしまい。そうか、あれだけ大勢いたのにもうおしまいなんだな。どうであったか、今夜のパーティーを楽しめたか？うん、楽しかった。
でもちょっと、もう眠いかも。そうね。あれだけはしゃいだもんね。わらわもとっておきの問題を用意したが、どうする？眠いようならばやめてもよいのだぞ。ううん、ここまで来たから頑張る。もうお開きの時間だな。うん、エンジェよ、わらわの問題はまた今度にしよう。そのような寝ぼけ眼で解けるほど優しくはないのでな。やだ、せっかくいっぱい頑張ったのに、お兄ちゃんたちのメダルも欲しい。静かに、エンジェが眠ったぞ。エンジェちゃん、楽しんでくれたやろか。当然であろうが、今はそこまでは感じぬかもしれぬ。しかしやがて、今夜のパーティーのことを思い出し、それがどれほど楽しかったかをかみしめてくれるであろう。そうだな。私たちもエンジェちゃんと遊べて楽しかったわ。さらばだ、我が孫よ。おじいちゃんが12年ぶりに遊べて嬉しかったぞ。私のことを何も覚えていなくてもよい。傲慢なる暴君と記憶してくれてもよい。だがたまには目に入れても痛くないほどに可愛がっていたことも思い出しておくれ。思い出しますとも、エンジェさん。あんたの人生は長い。12年を経ても、まだまだ長い。その人生が有意義なものになることを祈っております。君が、後宮家全員の最後の孫で娘だ。私たち全員が、君の幸せを祈っているよ。エンジェちゃん。お元気で。幸せは見つけるものでなく作るものです。思い出も実は同じなんですよ。そうだな。年を重ねて思い出し、初めて意味を知るということもあるものだ。わしのこの愛嬌ある顔、たまには思い出してや。わしらにとって、あんたに思い出してもらうのが何よりの供養なんや。いやね、死ぬわけじゃないでしょ。猫箱の向こうというカーテンの向こうに行くだけじゃない。せやな、カーテンなんてもんやない。今と同じや。エンジちゃんはすやすや眠っとる。わしらはこうしてすぐ近くにいて、それを見守っとる。わしらはいつだってそばにおるんやで。
エンジェ、力強く生きろよ。俺たちの血が流れてるんだ。絶対にその力はあるさ。エヴァ姉さん、うちの娘のことをよろしくね。素直じゃない子だし、わがままで短気なところもある。きっと迷惑ばかりかけるだろうけれど、私がきっと幸せにするわ。エンジェちゃんが望む限り必ずね。エンジェ様、私の顔を覚えていなくても構いません。でもせめて私の料理の味だけは忘れないでくださいませ。このクマさんのことも覚えているとは申しません。でもせめてサバの絞り汁ジュースの味だけは忘れないでくださいませ。本当に可愛い寝顔ね。まさに名前の通り天使の寝顔だわ。天使じゃないよ、魔女だよ。エンジェが最後の魔女、エンジェ・ベアトリーチェになる。その魔法は彼女を幸せにしてくれるかしら。白き魔女になるか黒き魔女になるか、それはエンジェが決めるよ。私はその両方を伝えた。きっと彼女を辛い人生が待ってる。エンジェちゃんはきっと世界一自分が孤独だと信じると思う。でも私たちはあなたのすぐ後ろにいて、いつも応援してるからね。それを忘れないでね。エンジェ、忘れるんじゃないぜ。自分も幸せも運命も作るのは自分なんだ。自分だけが決められる。それは誰かに与えられるものでも、そして誰かに隠されて探すものでもない。それを忘れるんじゃないぜ。きっと伝わったと信じます。だといいけど。僕とお嬢様の物語は絶対にエンジェ様にそれを伝えています。うん。ジョージ様も何かお言葉をかけられてはどうですか。僕から伝えたいことはもうあのびっくり箱の問題で全てだよ。あの難解な問題から何かを汲み取ってくれるでしょうか。わからない。でも彼女は聡明だからね。きっと何かを分かってくれるよ。エンジェ様、あなたが正しき未来へ導かれることをお祈りいたしております。エンジェ、少しはみんなのことを思い出してくれたか。確かに後宮家はちょいと変わった一族だ。大金持ちだし、それをめぐっておかしな噂話も飛び交っただろう。しかしそんなのは全て島の外の連中の勝手な憶測だ。幼さゆえに優しき思い出を記憶に留められなかったそなたを誰も責めはせぬ。しかしそれでも思い出してやれ。忘れることが罪ではない。思い出さぬことが罪なのだ。俺たち全員エンジェをパーティーに呼べて本当に楽しかったぜ。なあみんな。言うまでもなく、これは幻想だ。そなたは
1986年10月4日のロッケン島にはたどり着けぬ。これはすべてゲームマスターのバトラが描いた、そなたとわらわたちが一夜のパーティーを共にするという魔法幻想。でも思い出せただろ、みんながどれだけ優しくて楽しく親族会議で団らんしていたか。本当のことを思い出してくれただろう。エヴァおばさん、エンジェを頼むぜ。私なんかに彼女の母親になる資格は本当にあるのかしら。あるぜ。おばさん自身があれほどの悲しみの中にあったのに、エンジェの母になろうとあんなに頑張ってくれた。でも私は結局。いいんだおばさん。エンジェ、よくお聞き。悲しい運命により二人が傷つけ合う未来があったことを俺たちは知ってる。それはエンジェにとっても悲しいことだし、エヴァおばさんにとっても悲しいことだった。お前に心を開けと頼むのも酷な話だった。そしてエヴァおばさんに、それでもなおエンジェのために自分の悲しみに耐えてほしいと頼むのも酷な話だった。そなたもエヴァもどちらも悪くはない。だからといってお前に何かを許せと俺たちには頼めた義理もない。だからせめて許せとは言わない。ただ分かってやってくれ。時間がかかってもいい、どれだけ未来でもいい。エヴァおばさんのことを分かってやってくれ。そしてたまには俺たちのことも思い出してくれ。わらわのこともであるぞ。陽気で気立てがよく容姿端麗、まさに女の鏡であるわらわのこともたまーにでいいから思い出し、朝昼晩わらわの名を唱えてあがめ奉るのだぞ。おばさんを許してくれなくてもいい。でもね、おばさんはあなたを憎んでなんかいないの。せめてそれだけは分かってね。ゲンジさん、エンジェを横になれるところに運んでやってくれるか。かしこまりました。ゲストハウスでよろしいですか。ゲストハウスに一人ぼっちでは気の毒が過ぎよう。そうだな、客間のソファーにお願いできるか。もしも目が覚めて戻ってきたくなったらいつでもそうできるように。シャノン、カノンよ。結局エンジェは何枚のメダルを集めたのであるか。17枚でございます。そうか。ではこれを枕元に置いてやるとよい。はい、かしこまりました。
行こう。起こしてしまわないように。姉さん、